ハロー YouTube にハオヨーコワンニンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、グダグダなバイリンガルの僕がですね、皆様に中間ニュースをお届けしようと思います。はい、ですね、今回の中間ニュース、まずはですね、北京の方でですね、恐怖、活動法が施行されたということで、要はですね、反テロ法という、話なんですけども、なんかね、まあ、その内容はね、どうかと言われればですね、今までなかったのみたいな話なんですけども、まずね、ガソリンスタンドはあるじゃないですか。で、ガソリンスタンドで、ガソリンを買うときに、まあ、もちろん、ね、車とかに入れるときはいいんですけども、なんかガソリンタンクに、ガソリン入れて持ってく人がたまに、まあ、いるようなので、まあ、そういうときにはですね、まあ、きちんとね、まあ、身分証と、まあ、あとはね、なんていうの、その用途を確認した上で、そのガソリンを売ってくださいねという話みたいなんですよね。で、あんまりね、そういうことする人いないんじゃないかと思われるんですけども、まあ、たまにね、なんかこう、バイクとかに乗ってる人とか、まあ、家でね、こう、ガソリン入れたりとか、まあ、それとかね、ちょっとガソリンスタンドから遠いところに住んでる、まあ、農地に住んでる人とかが、まあ、多分ね、その、ガソリンとかをね、買って持って帰るそうなので、まあね、何を気にしてるかっていうとですね、まあ、おそらくはその前提となってる対象っていうのはですね、もちろんね、多分ね、海外からね、わざわざね、北京に何か、しに来たりすることはね、すっごく考えにくいので、まあ、おそらくね、最近、まあ、いろんな、なんていうのかな、青年がね、青年失業率とかね、増えたりとか、まあ、上がって青年失業率がですね、公式には 20%、でね、とある、北京大学の清華大学かなの副教授 のデータによるとですね、まあ、46.5% になってるんじゃないかというね、高い失業率、それでね、最近だと、まあ、要はね、まあ、まあ住宅ローンを、ね、払えなくなりそうな人たちがね、まあ、払えなくなって、まあ、実際にね、不動産を手放さなくちゃいけなくなったような、まあ、人たちがね、今増えてるということで、まあ、ひょっとしたらね、そういった人たちがですね、ガソリンでウェイってやってしまうかもしれないよということで、まあ、こういったね、まあ、新しいこうなんか規定として施行するみたいなね、いう話なんですよね。それとですね、その次がですね、まあ、ホテルね、ホテルに、泊めるときは、ちゃんとね、身分証確認しなさいよという話なんですけども、これって別に普通になんかこう今まででも、やっていたじゃないみたいなね、感じなんですけども、まあ、なぜかね、ここに来てまた新しくこういった法律がね、法律というか法律が施行されてしまっているということでですね、まあ、これ普通なんですよ、まあ、これものすごく普通なんですよ。で、その次がですね、レンタカーですね。レンタカーを貸すときにはちゃんと身分証確認しなさいみたいな、で、なんか犯罪歴ある人には貸しちゃいけませんよみたいなね、そういった法が施行されてるんですけども、これ多分今までもそうだったと思うし、海外でもそれが普通だと思うんですけどもね、それ何、今まで何適当にやってたのみたいな、っていう感じなんですけどもね、とにかく、まあ、多分ね、強調してきたとか、そういったね、感じだと思われるわけなんですよね。それでね、次に来るのがですね、まあ、僕はね、これちょっとね、まあ、中国としては問題だと思うんですけども、ドローンをちゃんと実名登録しろということなんですよね、北京で使いたかったらね。ね、これね、やらない方がいいと思うんだよね、北京市だけとはいえね、なんていうのかな、日本がさ、ドローン多分世界中で一番うざい国なのよ。登録しろだ、実名登録しろだとか、まあ、そういうのでね、それでね、今までね、中国はそのドローンに関してはね、まあ、ほぼほぼ、まあ、買ったら使えていたんだよね。まあ、スマホの番号登録するぐらいで、あとは大してね、何も聞かずにね、まあ、自由に飛ばせていたんですよね、基本的にはね。それで別に街中とかでもね、まあ、上海とかだったら、ほぼほぼ、まあ、もちろんね、深圳とかでもね、何も言われずに、飛ばせていたのに、ここに来てね、もう新しい、こう、規定ができしまってね、
これね、中国ね、やるべきではないと思ったのがね、まあ、せっかくね、その日本と比べて、まあまあ日本にもね、こうドローンがね伸びる目があったのにもかかわらず、日本がね、もういろんな規制をしまくって、まずね、規制を制してこう規制するんですよ。規制してるおかげでこう中国のドローンがね、まあ、DJI とかがね、もう圧倒的に伸びる、チャンスになったのにもかかわらず、ここで北京がね、そういうことをしてしまうということで、まあ、これはね、ちょっとね、中国の産業に影響、ちょっとだけ影響しそうだよね。なんつうのかな、まあね、まあ、深圳とかね、まあ、北京以外がね、自由に飛ばせてるんだったらね、僕は全然いいと思うんですけどもね、これに乗っかってね、上海とか、特に深圳とかでそういったことをね、同じような法律をね、施行されたらね、困るなみたいな、まあ、ちょっと面倒くさいなみたいな感じに、ね、なってきますよね。まあ、産業がまた一つなんかこう、難しい感じに、ね、なって、しまうということでね、まあ、あとはね、なんていうの、ほら、おもちゃの銃がダメだということで、このおもちゃの銃は、ね、何入ってるのかなって思うんですけども、ね、おもちゃの銃って多分エアガンなのかな、エアガンなのって思うんですけども、まあ、あんまりね、中国国内ね、意外とうだ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 ね、言われてこなかったんですよ。てかね、あれね、もうほんとね、日本が一番うるさいんですよ、ああいうの。エアガンでうだうだ、うだうだ言ってくるのはね。もちろんね、人に向けて撃っちゃいけないんですけども、まあ、なんか持ってたらもうほんと危ないやつみたいな、そういった認識をされるようにね、ずっと言われてきたんですよね。それがね、こう、ダメだと。ダメって言われてもなみたいな、ね、感じなんですよね。あれで何ができるんだろうと、いう感じなんですよね。まあ、だから今回ね、この、なんていうの、反テロ法、まあ、北京だけね、でこう施行されるということなんですけども、まあ、この内容を見てたらね、結構普通じゃねみたいな、そういった内容なんですよね。で、多分ね、確かに最近ね、まあ、さっき言った通りね、こう失業率とか、ちょっと住宅ローン払えない人たちが、ちょっと増えてくるだろうと思われるので、まあ、そういった人たちがね、余計なことしないように、まあ、ちょっと、まあ、強調しておくみたいなね、そんな感じなんだろうけども、なんかね、まあ、悪いことしようと思えばね、なんか他の方法でね、もっと思いつく方が多分あるんでね、なんつうのかな、まあ、なんかほら、まあ、包丁とかさ、まあ、そういったもんでもね、まあまあ、実名登録者っつったってさ、まあまあ、いろいろできてしまうんで、まあ、ああいうのでね、ほら、無差別でやろうと思ったらね、いろんなことができてしまうんでね、まあ、だから、まあ、なんだろうな、まあまあ、まあ、今回のこの、反テロ法は普通だったけど、まあ、ちょっと失業率がね、上がってきたんで、そういった、法律がね、こう施行されたようですよという、話でした。はい、今日のね、この動画がね、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。